マジか。さあどうすっかな。あ、松明がなくなっちゃっ、ない。あー、もったいねー。なんか開けてる。海？あ、海じゃない。なんだろう。お、新たな冒険の予感だ。なんだ、怖っ。これ落ちたらやばそう。うわ、これ深っ。音がすごい近い。なんだろう、あれか。まだ下にはつかないな。これ普通じゃない。え、これ石じゃダメなんだ。待って。まださらなるパワーアップが必要なの。あー、じゃあもったいない。じゃあどうしろってんのこれ。あれダメか。鉄鉱石か。
ここで、かまどを作って松明があるといいよみたいなのがあったんで、かまどがどういうものなのかって分かってないんだけど、2個ぐらい作っとこうかな。よし、かまど。どうやって使うの？何これ？きっと鉄鉱石。砂利も持ってみようか。鉄鉱石。作ってるんだ。なるほど。あ、火がついたね。じゃあ、あ、そうか。こうなるとこういうことができるってなると木が余計に重要になってくるね。なんかできる？これ丸石。石。ああ、石はいらん。ただの石か。じゃあ、砂利。まあ、できないんだ。砂利はできない。じゃあ、オークの木。あ、できない。なんだろう、土。できない。ああ、そうなんだ。とりあえず、鉄でちょっと何か作るぐらいしか今できないのかな。了解。ふんふん。じゃあしまっとこう。あ、そうだ。松明。この辺ちょっと暗くなっちゃうからね。あ、どこだっけ？ここか。ここで死んじゃったんだよな。は？え、何？これ何？え、なんか何？何？えぐれてる？なんか流れ込んでる。インゴット。うんうん。お。ガラス。へえ、砂から作れるんだ。なるほど。砂も大事だな。多くの。で、原木すると、あ、動く。これは、あ、木炭。なんだろう、木炭ができる。
木炭、木炭ってあれか、あ、ない、同じようなやつか。もうじゃあ作ってみよう。よし、アウトだよ。あぶ。おお。びっくりした。びっくりした。ちょっと。ええー。あれ。ゾンビの管轄じゃなかったのこの辺。なんかいるな。本当いっぱい来るな。ガスついてきたら大変だよこれ。困った。ちょっと見えるようにして敵の接近をね探知できるようにしとかないと危ないね。よし、少しでも見やすく。よし、中にも、あ、あるっけ。なんか何の儀式だよみたいな感はあるけど、ガラス、木炭、全然取れなかったな、木炭。なんか進化しすぎじゃねこれ。まあいいけど。